はい、こんばんは。ニューヨークからビデオ撮ってます。どこに行ってももう音楽がガー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 うるさいですね。音楽好きよ。でも音がちょっと高すぎる。ところで、私はクリスティーナです。ニューヨークに来て45年になりました。女一人で5人子供を産んで、それで育てました。その5人の子供はみんなもう中年の年になってます今。いや、上さんにはギリシャ人のお父さん、4番目はアイルランド系アメリカ人のお父さん、それから一番下は韓国人のお父さん。私が産んで育てましたけど、みんなお父さんが違いますけど、子供たちは5人ともお父さんのことは全く知りません。覚えてないです。あの男もギリシャ人はギリシャに送検送還されたの。3月の7日の1978年。それ以来私は男とは住んだことがないです。誰とも結婚したことがないし、女一人です。今はもう67歳。名物の肝玉母さんと90年、80年代ぐらいには呼ばれてました。そしてまた名物のイグアナレイリー、いつもイースター復活祭の時はマンハッタンの5番街でイグアナを連れて体中に乗せてパレードに参加してたんですね。それでイグアナレイリーイースターパレードと Google でサーチすると私の写真がいっぱい出てきます。私は今ペットもいないです。女一人で住んでます。子供はみんなもう社会人になって、孫も11人います。ところで去年の10月の6日に私は車にはねられたんですね。私は歩行器使って道を渡ろうとしたの。歩行器を押して、そしたら車にはねられちゃって、体が飛んじゃったような感じ、空中に浮かんで、そしてグラウンドに倒れる感じ。そして歩行器ももう壊れました。で、警察も NYPD、ニューヨークシティのポリスも来ましたし、救急車も来て、私は有名な病院に運ばれました。それがニューヨークウェオコルネアメディカルセンター。その病院はなんかトラマチームがとてもいいらしいです。スパインスージュするドクターがとても優れたドクターが多いらしいです。それでその病院に入って33時間救急病院病室でいろいろなテストして、それでその後36時間あと入院しました。これが10月の6日に車にはねられて、そしてスージュリーしたのがスパインスージュリー。これが私の背中。びっくり、私67歳なのにね、歩行器使って歩いてるのに跳ねたのよ、車で。そのドライバー、運転してた女性のドライバーが私のビルディングの後ろに住んでるらしいです。わかりません、どういう人か。会いに行こうとも思わないです。それで私の子供も手術した後リカバリールームに私は入ってる時に、上の3人の子供が長女デビー今42歳、それから三男デイベッツ37歳、
末っ子のマシュ、四男、30歳。その3人が病院に面会に来てくれて、何度も。それから3週間後、私はあの老人ホームのリハビリテーションに移ったんですね。そこにプライベートのあの部屋に入って、ルームメイトもいなかったからよかったです。静かなところ。まあそういうことです。私はクリスティーナです。クリスティーナ・ホーガンと YouTube で見ると私のことが出てきますので、ぜひ見てください。そしてまた娘が私を YouTube に載せたのが、彼女のカメラで写したのは C ・ホーガン、クリスティーナ・ C ・ホーガンと見ると出てきます。娘のカメラで写したの、それを娘が YouTube に入れたんです。私のタブレットで写したあのカメラで写したのは C ・ホーガンのクリスティーナ・ホーガンと載ってます。